はい、どうも、ケイタです。今回ね、久々のポイントにやってきました。タックル一本で、ランガンしていくんで、今日はね、三脚なしの GoPro だけ、これで、行きたいなと思います。とりあえず、スピナービートから行きます。ということで、とりあえず、スピナービートから行きます。めっちゃ濁りきついな。ちょっとめっちゃ濁りきついんで、はい、めっちゃ濁りきついんで、D ゾーンパワーブレードで行きます。2分の1。アピール重視で、めっちゃ濁ってるし、めっちゃ鳥だらけやし、足元ゴン来てほしい。ああ、来えへんな。あれで来たらやばいよな。バッスリ簡単やなってなるでな。あれで来たら来えへんか。来てほしいな。あれやのにな。あ、釣れそうやな。久々にパワーブレードマックでやっぱ釣れそうやな。パワーブレードね、僕春はねパワーブレードって決めてるんですよ。濁っとったらね、濁ってなかったらそんなこんな強いのは使えへんですけど、濁ってたりちょっとバスどこにおるか分からへんなーっていう時はパワーブレード。勝負が早い、とにかく勝負が早いのと、で、まあ、サイズがね大体選べる。大体ですけどね、たまに小バス釣れますけど、基本的にはサイズが選べる。だからパワーブレード。波動がね、桁違いなんで。これは一斉のビビマルチ 7g に、何やったっけこれ、スパイニークローか、デプスのスパイニークローの赤をつけてます。めっちゃ赤。春は赤。ゴン。来てへんな。来てもええのにな、別に。心構えはできてるけどな。なんだこれ。ライギョか。びっくりした。おー、マジか。ジグストで食ってきた。焦った、ビビった。どうやってあげるこれ。あ、ビビったな今。でかいバス食ったと思った。がっつりかかってるし。はい、ライギョも冬眠溶けたみたいですね。あるやわ、やっぱでん、でかい。どえらい。しゃあ、ありがとう。うん、なんとなく嬉しい。しゃ。はい。あー、生命感めっちゃあるぞ。生命感めっちゃあるから、ゆっくり行って足元打ちます。足元。ここの足元まず。とか。生命感ごっつあるな。タクタクタクタ、今食った、足元で食った、足元で食った、乗れへんかった、くっそーくっそ、食ったぞ今。シェイクやってたら乗っていった。食った、おっしゃ。あー、ミスったけど、いけるかな。抜いて大丈夫かな。抜いてバレへんかな。ほら、抜いたれ、よっしゃー、よっしゃ。食い直してきた。40アップ、やったね。よっしゃー、40アップ。うん、まだちょっと春には遠いかなっていう魚、それかオスかな、もしかしたら。まあ、オスって言ってもね、まだまだ産卵期先なんで。よっしゃ、またしてもこれ、もうこればっかりやな。もう同じ釣りばっかりやってる。でも
釣れてまうもん。やってまうで、そら。そら釣れたらやりますよね。しゃ、ありがとう。いやー、ちょっと今合わせミスりましたね。手滑った。ちょっと手滑った。ダサかったな。めちゃくちゃダサい合わせやってもたな。ちょっと焦ってもた。じゃ、結び替えとこか。ちょっと対岸のあの、物資も気になるんで、針をちょっと埋めて、埋めれるかな。もうだいぶボロボロですね。これ1個で、多分50アップ含め、40アップ何本釣ってんやろ、これ。これ1個で、5匹ぐらい釣ってますね。ビビビバグってめっちゃちぎれにくいですね、ここは。ここはちぎれにくいんで、もう1個でめっちゃ釣れます。でもボロボロですけどね、今もうこれを。もうこの辺とかも避けてボロボロ。めっちゃボロボロで、まあ、手もなくてもまあ釣れるやろって。このリブが多分ね、いいと思うんで、リブがね、めちゃくちゃ水かむんで、この、リブが残ってる限りは、魚釣れるやろと、思います、多分。海岸の物資が一番美味しそうやけどな。中に入れられへんねんな、あれ。おっしゃ、来た。これ何これ。これ何ですかこれ。ナマズ？ライギョ？ライギョかこれ。またライギョや。お、ちゃう。あ、ライギョだ。ライギョ、ライギョ。またライギョ来た。ほら。よいしょ。はい。かわいいサイズのライギョ。めっちゃ可愛いサイズやけど、外すの怖いな。まあ、対岸に魚はいましたね。魚、ライギョやったけど。まあまあで嬉しい。ライギョはかっこええから好き。シャットテールで、ちょっとゆっくりね。巻きます。反応ないな。巻きには反応がないですね。ということで、まあそろそろ終わろうかなと思います。まあ、開拓でね釣れたし、しかも開拓で50本も釣れたし、今日はいい兆候になりましたね。春はね結構開拓しやすいんで、僕春好きですね。強い釣りとか、まあ、ラバージグとかね、そういうテンポのいい釣りで、反応が得れるし、しかもね、春はやっぱでかいのが食ってくるんで、その池の、まあ、大体マックスサイズとか、ね、おおよその、その、まあ、平均サイズがわかるから。この季節はね、開拓に向いてるんじゃないかなと思います。まだ池によっては、池とか場所によっては、あのまだ冬っぽいところもありますけどね、三冠型の野池とかそういうところはね若干季節の進行がやっぱ遅いんで、でももうね、もう3月の10日とかなんですよね今。もうそろそろ三冠型の野池も全然ね動き出すと思うんで、もう言うてる間にどのフィールドも春になりますね。すごいいい季節がやってきましたね。花粉さえなかったらええ季節。ほんまに花粉さえなかったらええ季節。ということで、終わろうかなと思います。しかし、スティーズ SV 買ってからめっちゃ相性ええな、なんか。めっちゃ思うようにバス釣れてる。しゃ。はい、巻きには反応なかったな。はい、終わります。じゃあ、最後までご視聴いただきありがとうございました。